こんにちは、ふみです。本日はですね、タイトルサムネにもある通りバレンタインガチャ引かないでほしいっていう動画なんですけども、明日の月曜日の10時からバレンタインイベントが始まりまして、当然バレンタインガチャも、来るわけですけども、本当にね、正直言って明日ね、思いっきり引こうと思っている方には一旦待ってっていうことをね、ちょっと説明したいと思います。数日前にね、ショートで魔法石100個の使い道っていう動画を出しているんですけど、その時はね、まだバレンタインガチャの詳細が、全部発表されていなくって、その状態で、100個をどう使えるかっていう説明をしたんですけど、その時もね、魔法石は取っといた方がいいよっていうお話をさせていただきました。で、現在ですね、バレンタインガチャのイベントだったりね、能力調整が発表された今、またもう一回言います、魔法石は取っておきましょう。能力調整や進化が発表された今言うので、これはもう確実なんですけど、正直新しいバレンタインガチャの、新キャラはめちゃくちゃ強いんですよ。ディーナも強いんだけど、ノクタリアが一番強くって、リーも強くって、旧キャラで言うとね、色違い進化のアリーナもめちゃくちゃ強いんですけど、正直それ以外が辛すぎる。はい。既存のそれ以外のキャラがかなり辛いというか、外れて言いたくないけど、なかなか現環境では使うのが難しいキャラばかりなので、しかもね、金率もかなりあるかなと思いますので、ご存知の通りね、季節ガチャ闇になっております。本当に新キャラね、あたりが出ないとかなり爆死状態になってしまうので、本当に引くことはおすすめしません、正直。ただね、本当にノクタリアリーとかは本当に強いので、運任せでね、5回とか、5回引いても25個なくなるんですけど、それぐらいに留めておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。本当にノクタリアに関しては本当に強いと思うので、いいんですけど、狙いに行っても交換不可ですし、本当におすすめはしておりません。で、アリナに関しては色違い進化のね、新しい、闇のやつ強いですが、交換できるので、アリナがね、欲しいよっていう方は、もう本当に交換で済ませてください。なんで本当に、引かないって言われたけど、引きたいっていう方は、数回、石は残した状態で数回だけ引いて、運よくノクタリア、D あたりが出たら、本当に大当たりっていう感じですね。ちなみにね、昨日一昨日ぐらいにバレンタインキャラの当たりトップ5っていう動画も出してるんですけど、見てない方はね、そっちも見てほしいんですが、シゲさんがね、アンドロメダ強いって言ってたので5位にね、上げてたかなと思うんですが、その辺も使えなくはないっていうことは一応言っておきます。ただね、アンドロメダ強いんだけど、水コンボ強化持ってるとやっぱ水パーになるじゃん。そうなるとね、なかなか、パーティーが今の環境じゃ絞られてくるので、アンドロメダ持っててもうまく使えないっていうパターンはあるかもしれないですね。はい、ということで、バレンタインガチャは、引かずに公式放送もしくは11周年記念イベントの詳細を待ちましょう。20日が11周年なんで、1週間前ぐらいには何かしらの情報が出るかなと思えば、もう本当にすぐなんでね、言うてバレンタインも20日まで、そのね、11周年当日までやっておりますので、明日からは本当に引くのはやめた方がいいし、フミパズも今石がね、100いくつかありますけど、40ぐらい、ちょっとバレンタインは1回スルーしようかなと思ってます。で、以上がですね、今回のサムネタイトルにあるお話なんですけども、ちょっとこれは本当に個人的に話したいだけなんで話しますが、今回ね、11周年きっとというか必ずコラボが発表されると思うんですけど、どのコラボが来るだろう予想タイム。はい、突然始まりましたけども、これはね、毎回のようにやっております。なんかの動画でやってるんですけど、いや、難しいんだよな。前回ハンターハンターがかなり久々に復刻したので、そういう感じで来るとは思うんですよね。
まあ2つ発表も全然あると思うんですけど、新規と復刻ね。なんで復刻で言うとやっぱり、まあ生放送とかでも何回も言ってる通り、ドラゴンボールはまあ熱いのかな。まああと復刻枠で言うと、まあ、ちょっと早いですけど、ワンピース、あと鬼滅呪術ね。で、私がずっと言ってるのが進撃の巨人。まあ、この辺はやっぱり周年にふさわしいタイトルではありますよね、復刻としては。そして個人的にめちゃくちゃコラボしてほしい新規で言うと、これもね、ずっと言っててまあ全然当たんないんですけど、ワールドトリガーですよ。ワールドトリガーなんですけど、もうワートリ、私アニメ勢で見てて、まあ、ちょっと本誌は読んでないんですけど、かなり面白いのと、あとキャラ数が多いじゃないですか。なんちゃら舞台みたいな、なんたら隊みたいな感じで、かなりの人数が、登場してくるアニメというか漫画なので、まあ、実装しやすいかなという部分で結構固いと思ってますね、うん、ワールドトリガーに関しては。あとはね、あとなんだろう、あと新規で言うとね、まあ、新規激アツで言うとポケモンポケモンですね。まあここはちょっとなかなか任天堂さん絡みなんで難しいことは把握しておりますが、まあ今スカーレット・バイオレットかなりの売り上げを誇り、でアルセウスからはもう1周年が経ち、で次のねアニメがサトシが卒業してっていうタイミングで、まあ悪くはないタイミングなのかなと思ってますけどね、やるとしたらね。で、私個人的なことで言うと、ポケモンカードのね、あの対戦やっておりまして、とても楽しんでおりますので、まあ、よりポケモンが来てくれたら熱いなっていうところですね。まあこれはもう1000匹以上いますので、それこそワートリ以上にあのポケモンの選別というか、誰をどう出すかっていうのは、まあ、難しいとは思いますが、まあ主要な公式が推してるキャラたちが出ることにはなるんじゃないでしょうか。っていうか、本当にポケモン来たら熱いなーこれ。まあそんな感じですかね。ちょっとタイトルサムネとは関係なくお話しさせていただきましたけど、まあ今回私はこんな感じの予想でいきたいと思います。あと復刻で一個言うと、この間生放送でも一個コメントがあったと思うんですけど、ミッキー&フレンズ、ディズニーコラボに関しても、まあ、復刻ありそうかもしれないとは思ってますね。まあ、言うてビッグタイトルですからね、ミッキーなんて。皆さんもね、好きな漫画やね、あのアニメ、このコラボが来たら嬉しいなっていう期待をね、持っていれば、宝石も貯められるでしょう。私はそうやって貯めていきたいと思います。そんな感じで終わりたいと思います。皆さんのねコラボ予想だったりもぜひ教えてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではさよなら。